八幡荘は、上野国水軍町、安中市板花付近にあった荘園。古くから、品野国と結ぶ交通の要所に位置しており、源の頼信が、光月の助民間寺に石関家領として立憲され、頼近義家義国と川内源氏十代の拠点であったものを、源の義重が相続し、新田荘と共に、新田市の根拠地となった。 新田市一族の里見氏、山梨氏は、八幡庄省内の里見号、三名郷よりそれぞれ発祥し、また、吉重の勇士で、娘婿の八田の力与の所領の八田号も省内に存在する。新田義貞が、鎌倉幕府打倒の兵を挙げた際も、一旦この地に入って、信濃や八越後の味方と合流した。 南北朝の内乱の中で、上杉氏が、八幡荘を奪って守護領に編入し、移行守護、上杉氏の上野国経営の中心となった。戦国時代後期に入ると、武田氏が侵入して、道地を支配している。久保田純一、中世部四選所十八日田吉重北関東の自称、受英内乱。 エビス交渉出版2013年11月1日 ISBN978 から4から864030946田中大輝、中世前期上野日田史論田中編著シリーズ中世関東武士の研究第3巻上野日田史 ISBN978 から4から8 6 4 0 3 0 3 4意見無4年11月2日付公諸なお宝女上杉家文書 日本歴史地名体系10群馬県の地名、板原宿 ISBN 978から4から 582490107P230 から232。ありがとうございます。